んばんはでしょうかね。こんばんは。むつみです。お騒がせの軟弱ユニットでございまして、今日は一人置いていかれまして、相棒は奥さん高校の最中でございます。最近というか昔からそうなんですが、我々二人というのは、軟弱度線を引っ取りまして、まあ、軟弱度線ということもないんですが、それで、まあオリジナルもないことはないですが、こうできている歌にいい歌があるので、どうしてもそのそっちの方のね、カバーというんですかね、カバーというほどでもないんですけれども、歌いたい歌があまりに多いので、どうしてもオリジナルは後回しになるということで、今日はいつも一緒にやってるんですが、その半分がいないので、ちょっと貧弱に聞こえますけど、間違いも目立つかもしれませんけど、ちょっとやってみたいと思います。最初は CS でございます。青い祈りを
とうございます。あ、緊張した。タイガースなんですよね、今の曲。青い鳥という曲で、森本太郎ちゃんがね、青い鳥ってやつ、みんな女の子がキャーってやってたんですよね。それでは、次の曲。私ってあんまりその、なんていうのかな、女性の歌が少ないんですよね、でも珍しく。これは、女性の歌なんですかね。実はね、セリフが入るんですよ。それが嫌で嫌でしょうがなくって、その、やらずに歌っていたら、やらなくちゃダメだと、東村屋のみんなに怒られまして、なんとかかんとか入れたんですか。お元気ですか。そして今でも愛していると言ってくださいますか。今はね、携帯でメールをしたりとかありますけど、私たちが学生時代は手紙を書くしかない。ね、下駄箱の中に手紙を入れたなんていうのは私はやりませんでしたけども、まあ連絡手段は手紙しかない。電話もその頃あったんですが、家電だけで、お父さんでも出たらどうし、お母さんでも出たらどうし、そんな感じでね、手紙でやり取りをしてました。
で、私は今ユニットで活動してますけども、そのユニットをね始めたにあたってね、その再開したきっかけがあるわけですよ。それもやっぱしきっかけはね、まあ、手紙でその自分が、まあ、入れたその CD を送りまして、まあ私はね、まあ、昔は何もできなかったけど、今はねこうしてね、あの音楽活動してますからね、それはね、まあ、あの先輩のね演奏を聴いたから、それがまあずっと頭の中にあって、ね、いつかねやって私もやってますよって言いたかったからやってたんですよということを書いたら返事が来まして、あれよあれよという間にユニットの話がまとまりまして、うん、やっております。エイデンチャーズの曲です。上がってますね。